皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのセリアから売られているネイルグッズを使って夏にぴったりの水面アートと人魚の鱗ネイルをやってみたいと思います。それではどうぞ。ではまずはじめにダークグリーンとネイビーのカラーを塗っていきます。ではまずネイビーから塗っていきます。斜めに塗ります。ダークグリーンを塗ります。はい、ではライトに入れます。はい、では次に白のジェルとベース&トップコートを使って水面アートを作っていきたいと思います。では白のジェルをパレットにのせます。次にベース&トップコートを白に対して2ぐらい、倍ぐらい置きます。ではこちらを混ぜていきます。混ぜる筆はセリアで売られているネイル用の平らな筆を使って混ぜていきます。ではこちらを塗っていきます。次に使用するのがこちらの、こちらもセリアで売られている細い筆になります。こちらを使って水面アートを作っていきます。ではベース&トップコートの筆を外して直接つけていきたいと思います。ではこちらをちょっと多めにとってのせていきます。そうするとふわっと下の色が出てきます。こちらのベース&トップコートがちょっと緩い感じなので、こう鼻らかしながらはじめ丸を作っていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では次にコルクパウダーをのせていきます。でこちらの上にコルクパウダーをのせます。
こちらを混ぜていきます。ではこちらを乗せていきます。貼り付きが悪いのでベース&トップコートをちょっと乗せていきます。コルクパウダーをのせることによってこちらの水面ネイルにちょっと海のリアル感が出てきたと思います。はい、ではライトに入れていきたいと思います。こちらをトップコートを塗って完成になります。海の色のグラデーションがとっても可愛くてコルクもつけるとさらに海っぽくて可愛く仕上がります。では次に人魚の鱗ネイルをやってみたいと思います。はい、では人魚の鱗ネイルをやっていきたいと思います。使うカラーはこちらのホワイトを塗っていきます。ではライトに入れていきます。はい、では次にホワイトのジェルとベース&トップコートのジェルを混ぜていきます。混ぜる筆はこちらの細い筆を使って混ぜていきます。ではこちらのジェルを使って線を描いていきます。まずまっすぐに描いていきます。ここにもう一本描いていきます。で、こちらも線を入れていきます。ちょっと厚みをつけていきます。はい、では一旦ライトに入れていきます。はい、では次に左にも同じ感じで作っていきます。
鱗の先端にフォークジェルを置いていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では全体に高さをつけていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらにセリアから売られているナチュラルストーンを乗せていきたいと思います。ではベースを塗っていきます。こんな感じでライトに入れていきます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきます。貝の部分は薄く、凹凸が消えないように薄く塗っていきます。ではライトに入れていきます。こちらで完成になります。100円のジェルでもしっかり立体感が出てふっくりして可愛いです。皆さんもぜひ試してみてください。